TRX4 で崖を登ってみた。スケクロ祭りで控えに回り、出番のなかった TRX4、 今日はリベンジ登板で崖登りにチャレンジします。挑戦する崖はこちら。名前はないけど、えぐい角度の石切りのこの場所です。では早速挑戦してみます。さて、上り坂の基本ですが、アプローチするライン取りで全てが決まると言っても過言ではありませんよね。上り始める前にどこに前輪を持っていくか、後輪はどこをトレースするかを考えてアプローチすることが大切です。今回の狙いは斜面途中にある岩の飛び出た部分、ここに正確に前輪を運ぶことに集中します。前輪が狙った場所に届いたら、ステアリングをテコのように使い、サーボの力で車体を持ち上げます。ここまで来ればあとは楽勝。フロートよりの重量配分でバランスを取り、タイヤを回し続ければいつかは引っ掛けが訪れ、よいと登れちゃいます。ミッション完了です。いかがでしたでしょう？映像で見ると意外と簡単そうに見えますか？今回の動画でご紹介したかったのは、クローラーが途半するときはモーターだけでなくサーボのトルクも使い、ステアリングをテコのように使用して登るという方法でした。うまく伝えられたでしょうか？ではまた。